はい、どうもこんにちは。金子でございます。ということで、今日なんですけども、朝起きて、目が覚めて、うわ、貝が食いたい、と思って、気づいたら、カメラも回ってるし、車で、魚広場に向かってる途中でした。それに最近、貝の動画をやってなかったので、今日は、貝の動画です。何かいい貝があるといいですね。それじゃあ、行ってきましょう。おるかな、おるかな。あ、おったー。よっせー。貝が食べたいなと思って、うん、貝を買いに来た。あ、貝来たんだ。バター酒蒸しが食べたいなと思って。バター酒蒸し、アサリとかさ、ボンビノスとか、そういうのバゲリとか、あんたもいろいろ考えるね。天才かお前。じゃあな、はい、じゃあ探してきて。あ、うちも貝はないですよね。貝はないね。今日貝買いに来たんですよ。うちも干物ばっかりっすね。うわやっております。また今度買いに行きます。うっ、で、ここだ。貝と言ったらここなんだよ。お、いいサザエがあるね。あ、うわ、大アサリもいい。すごいな、カニが今日も。シャコもすごいね。うわ、なにこれ。え、なにこれ、どういうこと。これやばいよ、このシャコ。こんなでかい。え、これください。なんとなく、はい。で、お母さん、あとね、これ大アサリもらっていい。で、サザエも5ぐらいもらおうかな。よし、これも2つください。購入。よし。わ、ここにもめっちゃある。ここら辺をさ、バター焼きにしたいんですよね。皆さん、このアサリを一つと、はい、ハマグリを一つ。まあ、お母さん、じゃあ牡蠣ももらいます。あとホタテも。そしたらもうある程度買ったんで、家に帰って調理していきたいと思います。それじゃあ、支度。ただいま。ということで、本日の食材がこちら。買ってきた魚介たちっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、ありがとうございました。本日の食材がこちら。アサリ、ハマグリ、ホタテ、カキ、大アサリ、サザエ、巨大シャコ。ということでね、美味しそうな貝類全部買ってきました。で、これがすごいでしょう。このシャコの大きさよ。で、こんなシャコね、僕日本にそんないないと思って聞いてみたら、どうやらこれ、マレーシアから輸入したものらしいです。僕のために買ってくれたんですよね。ありがとうございます。そして、今日この貝類なんですけど、シンプルにアサリと、ハマグリはバター醤油炒めで、牡蠣とホタテ、大アサリ、サザエ、ここは炉端焼き器で焼きたいと思います。ではまずシャコエビやっていきます。こんな大きいシャコがおるんだな。本当に世界は広いな。爪の部分でもさ、かなり身が入ってますから。ほら、これ爪ですね。爪はこうやって切れ込みを入れておきます。そしたら次は頭を落とします。チョキンと。で、ここ切っていきます。両サイドね。硬いな。このシャコはオスなのかメスなのか。オスっぽいな。はい、このような形になりましたらめくっていきます。さあ、どうだ。綺麗にめくれるかな。お、いい感じ、いい感じ。おお、でっか。僕の手と一緒。はい、完成。そしたら次、大アサリの仕込みしていきます。大アサリは必ず割って中を開いて水できれいに洗ってください。この裏と、で、このひらひらの奥、ここにね、砂を溜め込んでる時がありますんで、一度開いて洗ってください。大きい個体はね、そんなに砂噛んでるのは少ないんですけど、この半分ぐらいの大アサリがね、よく砂噛んでます。あ、ありましたね。砂入ってました。今ザラザラっとしましたんでね。で、大アサリはできる限り割ってください。で、次ホタテですね。ホタテはここの隙間から入れて、パッと開きます。入れて、見ましょう。断ち切ると、パッと。バーベキューシーズンも終わって、ホタテの値段もだいぶ下がりましたね。夏は高いからな、ホタテ。はい、そしたら大アサリ一回洗っていきます。で、洗ったら伏せます。で、ホタテも綺麗に洗ってください。ホタテなんかもう特に汚いんでね、絶対洗ってください。ホタテはマジで汚いです。ホタテあんま汚いっていう表現良くないかもしれないですけど、もうそのぐらい大げさに言っときます。ホタテは汚れてます。ほら、さっき開けたやつもこれ砂です。こういうのを食べちゃうと、もうほんと魚介類嫌いになっちゃうんで、的確な処理をして食べてください。で、ここで一手間加えます。これすごく大事な一手間なので見とってください。黒いところですね。ここね、好きな人は
ついたままでもいいんですけど、こっからね、匂いが来る時が多いので、僕は取ります。あんま気にならない方は取んなくても大丈夫ですけどね。ホタテが弱ってたりだとかすると、この鱗から匂いがすごい来ますんで、取った方が確実というか、そんなめちゃめちゃ綺麗に取んなくてもいいから、こうやってざっくりとは取った方がいいかも。そうしたら、これまだね、くっついてるんですよ。こうやってくっついてます。こっち側取ってないですからね。で、バーベキューでこう焼いた時に、焼けたのに、こうなかなかこう掴めなくてイライラしたことはありません。それを解消するために、ここでも外しちゃいます。こういう感じで。外せばもう簡単にシュッと食べれますんでね。今日のホタテは小さめなので、このままでいいですけど、ホタテが大きい場合とかは、ここで切っちゃいます。そうすると食べやすいので、いいですよ。次は大アサリですね。大アサリも一緒。貝柱を外しちゃって、んで、ちょっと大きいので、切ります。半分とか、まあ3等分ぐらいにします。で、殻に戻すと。こういう感じ。これやるとね、食べやすくなるんですよ。ちょっと手間なんですけどね。はい、これで大アサリの仕込みの完成。サザエもこのまま焼いてもいいんですけど、一度、くり抜きます。で、中身を、くり抜いちゃう。簡単に取れるんでね、ぜひチャレンジしてみてください。そしたら、この渦巻きの真ん中のところ、ここにね、砂が入ってたりするんで、これ取った方がいいですね。で、ここですね。ここね、かなり苦味が強いので、ここきれいに外します。こんな感じ。ちょっと詳しくいきますね。渦巻きの、このね、ぐるぐるぐるっと巻いてるところ見えます？ここの上。こっから下は、美味しいです。甘い。で、そこから上。ここにね、砂が入ってたりだとかします。これ砂。ジャリジャリします。全部砂なんでね。しっかり泥抜きができてれば、入ってない時もあるんですけど、結構の確率で入ってるんで、これは取った方がいいですね。で、ここの付け根のひらひら、ここ。これ苦いんで、これ取っちゃいますね。これが苦いの。お刺身で食べるときにびっくりする、これ。この状態にしてください。そしたら、あとは頭の部分。蓋と頭を切り離すと。蓋と頭を切り離す。で、この蓋をサザエの殻の中に、セットしたらそこに内臓と紐のところ。で、この頭のところもまあ3等分ぐらいしますね。食べやすく3等分ぐらいに切って入れます。仕込みは完成ですね。そしたら次はアサリとハマグリのバター醤油炒め作っていきます。しっかり洗っていきます。日本酒で、まず最初にハマグリを入れます。ハマグリの方が大きいのでね、火が通るのが遅いので、ハマグリから火を通していきます。ハマグリが口が開きそうなぐらいまで熱します。はい、じゃあいい感じに火が通ったと思います。そしたらそこにアサリを加えます。すでにいい匂い。いい感じにアサリがちらほらと口が開いてきましたら、バターたっぷり加えます。でそこに醤油も加えます。火を中火まで落として、もうしばらく熱したら完成。はい、いい感じでしょう。火がしっかり入りましたので、こちらに盛り付けていきます。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。貝尽くし。まずはこの炉端焼きで、ホタテと大アサリとサザエとあとカキ焼いていきます。さてさて、こっちを焼いてるうちにシャコとバター炒め食べていきましょう。で、今日は皆さんすいません、最初にフライングさせてもらいます。でん、ギロのやつ許して。食べながら飲みたいんじゃ。これが飲めるなんて、震えてくる。じゃあまずこちらのマレーシアの巨大シャコエビ、すだちを絞って、それじゃいただきます。うまい。日本のやつとそんな変わんないな。でもちょっと大きいから繊維が太くてちょっと硬いですね。味は美味しいですよ。うん、
シャコもこのぐらい大きいと食べ応えあっていいね。爪うまい。うめえ、最高。次はこちらバター醤油。まずはじゃあハマグリから食べようかな。いただきます。泣きそうになるぐらいうまい。アサリうまいな、止まんねえ。もう一本飲んじまった。まだ大アサリもサザエもホタテもカキもあるのに。すいません、2本目いただきます。次の戦いに備えてついでおきました。よし、そしたらある程度火が通ってきましたんで、こちらのタレを注いでいきます。これお酒と醤油を混ぜてあります。これを貝に注いでいく。穏便に注いでいく。まだ生きてましたねサザエさん。でバターを一かけホタテに追加。こんな感じですね。ではではまずこちらの大アサリからいただきますね。いただきます。うまい。他の貝にはないこの風味、これがうまいんですよ。おわさりビール、最高。次はこちらバターの海に沈んだこちらのホタテをいただきます。もう言わなくても分かりますよね、うますぎる。2本目瞬殺。次はこちらサザエさんもいい感じに火が通っております。いただきます。うまっ。この火を通しすぎないくらいがいいですよね。サザエの風味が残ってるぐらい。まだ2本目です。これこれとこれの半端のやつを集めました。次は牡蠣ですね。しっかり火は通っとると思います。よいしょ。でもやっぱまだ時期がちょっとあれなんで身は小さめですね。何もつけずにいただきます。幸せ。それじゃゆっくり食べていくよ。